マスミ、行くぜ。サシズするな。チェンジソール、セット。レッツゴーオン。レディオーケーじゃ、スタートアウト。みんな、こんにちは。さあ、ということで本日もやってまいりましたフルハラジスタ TV よはい、ということでですね、本日もコラボ会でございます。今日のですね、ゲストはあの冒険者からですね、冒険ブラック伊能真澄役の斉藤靖君来てくれました。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、斉藤靖です。よろしくお願いします。はい、ということですね、僕冒険者のオーディション受けてました。知らなかったそう、だから俺自分がヒーローやった時にスカイシアターの素顔の選手の時に冒険ブラック伊能真澄の衣装を着てみんな頑張ったよっつって一緒にえいえいおーっつってエンジン組んでやったのとかもめちゃめちゃ記憶に鮮明に覚えてるから俺それがすっごい嬉しかったんで今回の再会もめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい、僕冒険のオーディションも多分受けてますし、シルバーのオーディションも受けてるんですよ。おー、シルバーのオーディションは色濃く記憶が残ってて、僕光り輝く冒険者冒険シルバーってやってました。なるほど。でもそれが本編見たらまばゆき冒険者に変わってて、おー違う光り輝く冒険者じゃないんだみたいなっていう感じで、僕だからね、冒険者に関してはちょっとした思い出があるんですよ。はい、実際に放送されてたのが18年前。そう、2006年ですよね、うん、だから僕たちの2年前、あ、でもデカマジ冒険劇もそう、僕たちの2年前っていうふうなことになるんですけれども、あの時っておいくつだったんですか？18です。18ですよね。撮り始めが18。いやだから僕ね、今日ねびっくりしたの、俺タメか年上かなと思ってたんだけど、僕よりも1個年下だったっていうのが判明して、マジでみたいな、年下感がマジで全然ないというか、だって今って役者よりもどっちかって言ったら結構裏方やってることも多いじゃないですか。はい。なんか会社もやってませんか？会社やってます。ですよね。はい。まず冒険者ってオーディションじゃないですか。はい。オーディションを受けた時とかって結構覚えてますか？オーディションのエピソードとか。オーディションは覚えてます。どんな感じだったんですか？僕の時はね、6時ぐらいまであったんですよ。6時？そう、6回ぐらい。やば、俺6回東映行ったんですよ。マジっすか。で、最終オーディションですって言われて、うん、行った回に、うん、もう1回再生しやらせてくださいよっていう。絶対東映さんそれよくやりますよね最終オーディションって言ったやつで最終じゃないもう1回やるっていう。はいはい。で、最終オーディションに行った時にこうなんとなくこうみんながザーッと並んで、はいはい、色ごとというか、はいはいはい、あ、レッドっぽいの2人いるなと。おお、誰だったピン。それはレッドっぽいの、まだ高橋くんと、はいはい、もう1人すげえレッドっぽい、なんならそっちがレッドになると思ってた。マジで両方とも、まあ高橋くんはラガーマンで、うん、もう1人の人もちょっとスポーツマン系、はいはいはい、レッドだったんですけど、うんうん、三上くんはね、落ち着いてる感じのレッドです。まあ、でもチームの役だったら確かに20だから、まあそっち行ったんだろうけど、はい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 、個人的なイメージとしてはほら情熱無鉄砲みたいなレッドのイメージがあったんで、うんうん、はいはいはい、あ、彼かなって。なるほど、確かに、まあ情熱無鉄砲はだからその冒険者を落ちた僕がいただきました。あと他にもだからピンクも2人候補者が、うん、はい、ブルーも2人候補者、うん、イエローも2人候補者で、ブラックが俺だから、うん、あ、じゃあもうほぼ格。そう、もうだからそのつもりで、うん、ちょっと鼻伸びたまんまオーディション受けた。おー、なるほど、ね、俺しかおらんやんって思いながらオーディション受けた。これは天狗になりますわ。確かに。オーディションが終わって、まあ、事務所のマネージャーが最終だよって言われてるから、はい、やっぱちょっと終わったら電話くれ、うん、で、かけるじゃないですか、はい、もしもし終わりました、はい、これ落ちたら、うん、デキレースもう俺しかいないだろっていう電話をしたのを覚えてる。高橋光臣君ですよね、うん、そうだに勝とうっていう、要はその気持ちだけでずっと来ていたこの伊能真澄が、最後の方はいろんなことを経て成長して、闇落ちも経たりとか成長して、なのに引っ張っていく存在になっていくみたいな、この伊能真澄のキャラの成長具合というか、
これはでもやっててやりがあったんじゃないですか、正直。いや、楽しかったですよ。ですよね。脚本のね、うん、シリーズ構成をしてくださってた相川翔さんいらっしゃるんですけど、はいはい、まあ、相川さんが、もう本当にその本の中に、当時のこの出演者たちの、うん、まあ、性質っていうか、性格っていうか、うんうん、やっぱり書き込んでくれてたんですよね、はいはいはい、でもちろんスタートの段階ではあのブラックってなんかこうちょっと、うん、いつもなんかとりあえず抵抗するみたいな、とりあえず抵抗から始まるっていう、そうですね、うん、っていう、まあ、その要素は多分持ってたんですよね、結構わがままな部分、わがままです、はい、そこの多分成長ってやっぱり、うん、ね、例えばマラソンで言うならやだやだって一番後ろ走ってたやつが俺が前走るぜってね、もうそれはもうやっぱり最初から構成上あったとは思います、はいはい、なるほどね、はい、結構どうですか、素の自分とマスミと被る部分ってあります？くっそ被ると思いますよ、あるんだまあそれはだからね、なんか相川さんが被るようにしてくれたのか、あ、なるほどね、なぁとは思いますけど、結構当てがける部分も多かったみたいなのあります？いや、めっちゃありますよ、あるんだ、結構やばいよね、マスミが当てがける部分結構あるんだったら結構やばいですよね、最初の方あの、あ、これ合わされてるんだって気づいた瞬間があったんですけど、うん、あ、はいはいはい、物語の中で、うん、チャーハン食うシーンだったんですよ、はいはいはい、俺が癖でチャーハンのグリーンピースでさ、パサパサで美味しくないじゃん、はいはいはい、ちょっとつって弾いてたんですよ、そうそう、マスミ嫌いなんだよ、そう、弾いてたらなんか PTA だか、なんかあの小学校の保護者さんたちからなんかクレームの電話が来たし、はいはい、ちょっと子供番組であのグリーンピース弾くのやめてもらえますっていう、まあ、あのこれどこまで本当か分かんないですけどっていう話があって、なんとグリーンピースチャーハンを克服する回が出てきた最高だよねっていう、これっていう回が出てきた、この時にああマジで俺らに合わせて書いてくれてるだなというか、まあまあ、社会に合わせて書いてるのかわかんないですけど、はいはい、っていう、あの、あ、こんなに本って変わるもんか、みたいな、認識した回があります、うんうん。で、結局、克服できたんですか、それは。いや、別に、あの、1話って、冒険者の紹介の話じゃないですか。だけど、マスミが、これ結構な部分持っていくわけですよ。あ、これ今後、この2人、めちゃめちゃ何かあるなっていうワクワク感が盛り込まれたお話であって、トレジャーハンターね、トレジャーハンター、このトレジャーハンターが闇の牙を抜くためにいろいろとこれから頑張っていくんだろうな、でも全てを分かっていたチーフ、1枚どころか何枚も上手なんですよ、要は井上真澄が裏切ることを分かった上で冒険者として受け入れたチーフがすごい、これはめちゃめちゃいいお話だった。で1話からインディ・ジョーンズ感がすごいよ、ある、ね、これから先の人間関係っていうのをめちゃめちゃ期待膨らませてくれるっていう、だから1話から超ワクワクしますよ、冒険って、はい、そうだと思います、うん、で、まあ実際やっていくじゃないですか、中でもやっぱり、まあ、マスミって結構そのイエローとのやっぱりこのつながりだったりとか、その仲間関係、そもそもイエローも記憶喪失で、このマスミとの関係って何なのって多分最初思ってたりとかして、じゃあなんでマスミがイエロー連れてんのみたいな、どうですか台本読んで、可愛かったんだって、そうだよ、だから俺がお前を連れてんのは可愛かったからだよって言ってましたもんねそうで、その後もう気にしないみたいな感じだったけれども、なんかめちゃめちゃ不純な動機で拾ってんなと思いますけどあの設定ってどっからだったんですか、ちなみに。多分台本読んで初めて知ってなんか、ああ、そうだったんだみたいな。ああ、なるほど。じゃあ、それまではほぼなんか、曖昧な感じでされてたんですね、じゃあ。そう、ずっと曖昧で、うん、だまあ、なんかその、プレシャス、関連の子。っていうのはまあ。いや、プレシャス関連どころか、レムリアの姫ですから。そう。だからまあ、あの、アクセサリーが、彼女だけ、要は、選ばれし者ね。別注じゃないけど、あの、はいはい、どう考えても、お前腕にプレシャスついとるやんけ、みたいな感じのアクセサリーしてたんで、はい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 、まあ、まあ、なんか、物語上なんかちゃんと設定のある感じあるなとは、うんうん、ね、ありましたけどもね、はい、めちゃめちゃだから夏希はマスミに懐いてましたよね、そうね、懐いてたし、なんならココアが最初好きって言ってマスミが演じたココアよりもどんどん上手になっていやお前の方が上手くなったじゃないかみたいな俺あのシーンめちゃめちゃ好きです、ありがとうございます。伊能マスミって結構もう幼少期からやばくて、自分がもともといた要はトレジャーハンターの軍団がいたんだけれども、それが
あの刃に襲われるわけですよ、うんうん、そうダークシャドウの刃に襲われた時に自分の変身後の冒険ブラックのスーツアクターである今井さんを盾にして生き残ってるんですよ。そう、あの今井さんを盾にして自分だけ生き残ってるところを刃に見透かされて、刃がお前は闇の素質があるみたいな感じでそれが後の闇落ちに繋がっていくみたいな、ね、それ45、6話だったりとかするんだけど、めっちゃ引っ張りましたよね、これね。めっちゃ引っ張った、ね、最後の最後ですからね。普通に生きてても人もそうだと思うんですけど、やっぱこう生存するために自分優先になることあるじゃないですか、はいはい、多分ね、うん、だからまあ生きることに必死だったっていう幼少期を持ってる上では、まああ育つだろうなっていうのは理解できますよね。なるほど、はい、じゃあ、メンバーの、まあ、当時の印象とかちょっと聞いていけたらなっていうふうに思いますね。メンバーの印象ね、年的には一番下ですか？そう、僕が一番下で18で女の子2人が19、僕がだから19の年、うんうん、で他女の子2人が20歳の年っていうのは、まあ、ちょうど撮影のピークぐらいです、はいはいはい、だからまあすごい気使ってもらったって気がします。ここだけ未成年だった。なるほどね。ここだけ未成年で、ただまあみんながじゃあご飯行こうぜって時に酒飲むしみたいな、未成年に酒飲む場とかで取られてもなんちゃらみたいな時代だったんで、はいはい、ちょうどね育んでもらったね、なんか大切にしてもらった気がします。でも事務所ほら一緒だったから、さやかはるかちゃんとかは、でそれこそ強い感じではあったんですか？いや、さくらが強いじゃないですか。さくらが強いじゃないですか。せなさんは優しいふりしてすっげえ強かったですよ。結構ちっちゃい頃からやっぱ芸能界いるんで、やっぱそこはすごい大人の部分あったんでしょうね。はいはい、中村さんどうですか、夏希は。あ、ちせちゃんは可愛い子だったよ。可愛い子だった。可愛い子だったと思う。もうリアルにちょっと惚れてる部分あるじゃないですか。そしたらいや、そういうわけじゃないですけど、なんて言うんだろう、いつもた、まあ、ニコニコ楽しそうみたいな、ちょっと天然な部分もある。まあ、あります、あります。ああ、なるほどね、っていう感じなので。うんうんうん。高岡のはどうですか？高岡の、高岡のは大人だったね。ああ、やっぱり。うん、いや、めっちゃかっこよかったしな。俺出てきた時に、あ、これ俺じゃないのあんなにアクションできて、犬夜叉でいうちょっと魅力みたいな立ち位置でね。そのあ、これ俺じゃないわ経験は俺もありますわ。あ、あります。あの、兜のオーディション、あ、受けてたんですか？兜のオーディションを受けてて、その後で水嶋ヒロ君が出てくるよ、はいはい、これ俺じゃないわって思うよ。ああ確かに。うちらの代ってやっぱそのレッドとシルバーが引っ張ってくる、うんうん、はいはい、でまあピンクとブルーが支えてて、能天気イエローといつも抵抗抵抗反抗するブラックみたいな、はいはい、なんかチームとしても本当にそういう バランスというか、うんうん、あの本当にご迷惑をおかけしたんですけど。そうなんですか？そうなんですか？いや、散々引っ張ったと思うよ、わし。あ、本当？なんかそのエピソードとかあります？言えるやつ。当時僕がレギュラーもので長くちゃんとお芝居の現場に入るっていうのは、はいはい、まあ、冒険者が本当に初めてみたいなもんだったんで、要は仕事の仕方の正解がインプットされてないんです。はいはい、台本覚えていかないし、うん、なるほど、怒られますね。台本覚えていかないし、現場 NG 出すよね。ああ、怒られるよこれは。で現場で、しかもあれだから変身後今井さんだから、ね、もうめっちゃ怒られるよこれで、ね、今井さんにも怒られるし、松村さんにも、うん、誰だこいつするみたいなやつみたいになっちゃうし、だから今井さんを恨んでるから、こうやってあの数いた中でも今井さんを立てにしてね。まあ芝居の正解もそうだし、うん、あと現場での立ち振る舞い、うん、生意気だったんですか？いや、生意気でしたね、これ。生意気でしたね、生意気でした。仕事できないのに口だけ生意気みたいな。マジか。でも立ち振る舞いも間違ってるなるほど、ね、どちらにどんな感じなんですか、立ち振る舞いは。なんか言われたらちょっと嫌そうなんじゃないですか。なるほどね。あ、そしてこうして。でもさすがにやるんだけど、うん、なんかいやいややってる感じが多分、ね、マスミとしても多分それあるけど、まあそのいやいややってる部分はちょっとマスミには結構出てましたけどね。それがね、役者さんとやすかにも垣間見えてたところじゃないかなっていう意味で、本当にいや、ちょっと待って、なかなかの問題児。そう、この場を借りて、ね、当時の関係者の皆様には本当に大変ご迷惑をおかけしました。いや、これ謝罪会見じゃないから、ね、これそしてこれ本当にもう育んでいただきました。もう育んでもらったありがとうございました。へ、ね、あ、でもなんかこうやって素直にでも言えるってでもいいですね。大人になりました、ね
自分のその中で思い入れの深いシーンとかあったりもします？最後の方48とか9で、はいはいはい、マスミが戻ってくる、うん、あの一回チーム離脱するんですけど、はいはい、なんかこう俺にはふさわしくないみたいな置いていくっていうシーンがあって、で戻ってきて斉藤康が出ました、そこに出たまあでもなんか冒険者のずっと抵抗してたところで初めてチームのためにリーダーシップを取るっていう、うんうん、あれはなんか全部斉藤康の根本的なものも書き換えるターニングにもなった気はした、うん、おお、その最終回むちゃくちゃだった斉藤康が、はい、そこで入れ替わった気は若干します。じゃあもう伊能真澄どころか斉藤康自身もすごい成長させてくれたわ。もう本当に育んでくれました、ね、なんか闇落ちするじゃないですか一回します。ね、そこで光の力で戻ってくるじゃないですか。でもこの光の力の下りももうこれ結構序盤の刃のところとかでねやってるんですよね。これが光の力だってチーフは言う部分があったりとかして、そうでもそこにまあ、結構引っ張られたりとかする部分もあったりすると思うんですけど、あの三つ首竜のあの話とかもターニングポイントの一つだったんじゃないかなと思います本当に。ね、役者斉藤康から、そう本人としてもターニングだったけど、物語としても結構冒険者自体がやっぱそのプレシャスっていうのをどんどん保護していくみたいな話の中とかでも人間関係だから一番成長したと言っても過言ではない部分もちょっと、そうね、そうだと思います。ね、伊能真澄にはあるんじゃないですか。はい、あの役の中で多分一番成長である。要はだってもともとしっかりしてるんですよ、さくらはね、うんうん、結構もともとしっかりしたりとかしてて、なんなら明石をね、ちょっと自分がムカついた時にはボンって殴るみたいなで、それ殴れって言ったらもうそう、マスミだ、はい、お前もう殴ればいいんだよみたいな、だから結構ね、なんか自由度が一番高いというか、確かにね、だから結構俺がマスミもしやったら割となんか遊べる部分がたくさんあったのかなみたいな。うん、割と本当に中盤ぐらいまで、うん、マジでいっぱいいっぱいだった。あなるほど、役者1年生でマジでいっぱいいっぱいで、少し自由さが出てきたのが本当にもう後半、うん、レムリアの対応くらいはどうですか。いやまあ多分ね、いっぱいいっぱいだったじゃないかする、なんかもうあの時もいっぱいいっぱい、もうなんかその現場をなんかこう楽しみながら、それもしかもね、こうちゃんと記憶に残しつつみたいな、うん、多分そんな余裕ないです。あなるほどね。っていう、うん、後半かな。記憶があるとしたら。めちゃめちゃいっぱいいっぱいでやってたんですよ、そしたらね。あんなになんかクールに、ちょっと透かしながらも、ね、やってたのに。スーツアクターの、その、うん、今井さん、まあ、高岩さんも入ったこと。そう、高岩さんは、オープニング映像のとこのブラックだけ、確か入ってくださってた気がする。ああ、なるほど。じゃあちょっと、今井さんとか高岩さんとのエピソードがもしあれば。敵レンジャーのメンバーが、うん、僕テニスの王様と一緒だったメンバーですね。あ、そっか、テニプリ。そう、表だって言ってないんで、うん、初めて知る人も多分いると思うんですけど、うんうんうん、そうなの。そう、マジ早き冒険者からマジで、はい、元特撮ヒーロー斉藤康か募金騒動みたいなちょっと良くないニュースがわーって出ちゃった。最悪だ。一旦本当に1年先まで来ます。スケジュール全部なくなる。もうマジ20周年新作の思いなどあれば。20周年ね、新作ね、はい、これは今回の動画は鍋さんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。